あ、ええ感じやん。適度に人もおるし、かといって3密にもならんし、ちょうどええんちゃいますこの感じね。あー道広いな結構。あこの奥ずっと行ったらまた、うん、あれか梅田の方とかに行けるんか。適当なこと言ってますからね、ご存知の方はどんどんご指摘しといてくださいね。ただ東西南北ですからね、うん、南から北に行くんやから梅田の方で間違いないでしょ、うん、多分。で港町の案内が出てきたら、だいぶぐるっと回った気がするけど、でもそこになんかまた大阪名物が、大阪名物がありますよこんなところに。なんやってたこ焼きも何も見当たらんやないかってね。ぜひ大阪といえばこの脇のわからんくっそ安いダダレリの自販機でしょ。何が安いって、普通こういう風に100円で書いてあったらね、こういうのが100円でな、でペットボトルはないけど、ちゃんとペットボトル100円なんかな、大阪なんすよね。キュートレも100円よ。マジかマジか、買ってこ。おパチモンちゃうやろなと思ったらちゃんと本物や、すごい。あ、こういうのがあるからね、大阪の街はね、ぶらりすると楽しいんですよね。うん、なんなら100円やったらまだちょっと高い方ちゃうのって言われそうですからね。うん、本当ね、探せば80円とかでもね、あるぐらいですからね、すごいよね。うん、さあ、ちょっと暗くなってきたから早めに撮りたいな、という気もある反面、何せこの後の時間の予定で言うとね、まあまあ予定が待ってる。あ、待て、桜川駅方面、こっちに出たらあったらあかんやん。桜川駅の真ん前なんやで。あ、ちょっと大回りになっとるな。戻れよって話ねんけどね。多分さっきの道をね、ずっと行ったら桜川駅の方なんやな。うん。でもこの辺りも12時間1000円やと。あ、で、24時間やと1200円なんや。おもろい価格設定やね。うん。12時間まで止めたらなんかすげえ損した気分だね、逆に。うん。繰り返し適用されませんけど、こっちは繰り返し適用されます。なんかわけわからん仕様やな。引っ越す人も多いんやね。引っ越してきたんかな？引っ越してきた感じやね。うん。引っ越し屋さんの場合はね、ナンバーが見てね、こっちのエリアのナンバー取っちゃったら、大体そこから引っ越してきたっていうパターンですからね。うん、要はチャーター便の方式ですからね。赤月バー、いろんな店あるやん。待って、切そうないな。豚骨ラーメン、醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、トマトピリ辛ラーメン、何これ。あ、ネギラーメンか。見事に切そうない。おい、言うとった80円貼った、あるし、お探しとったら80円。ほらすごい、全然聞いたことないメーカーの、全然聞いたことないやつやけど、ちゃんと500ミリリットルぐらい入ってそうなペットボトル80円やもん。すごいよなぁ。すごいよなぁ。そういう中でも普通にミルクセキとか、ね、UCC のブラックとか80円ですからね、普通に安いね。くっそ安いね。アホみたいに安い。アホちゃうな、ほんとに。大阪の自販機で買ってきて、名古屋で売ったらボロ儲けできそうなことやな。さすがに、そこ、それは無理か。証明写真も500円やもんな。安いなぁ。大阪やね。中尾がある大阪やね。別に大阪やなくてもあるけどね。でも、中尾の発祥は大阪ですからね。そうそう。大阪のうどん屋さんなんですよね。なもんで、かたくなにハイカラうどんっていう呼び方を書きませんからね。あのメニューを。あれは大阪のうどん屋さんならではの
表現なんですってね。私中尾の表現なんやと思っとったら、うん、あんま四日市の方やと思う、はいかなとか使いませんもんね。おう、いやけど値段見てみたら850円するんやね。もうちょいリーズナブルかなっていう、希望的観測で見てましたけど、麺屋たけちゃんとかいろいろありますね。タコベ、何はあの味、桜川本店、本店ってなってるからね、ここが本店なのかな、総本家みたいなのが落ちないのかな。でももうとりあえず桜川、桜川ね、この辺りで。で、中尾もあって、いろいろあるな。たこ焼き。あ、こういうふうに。すいません。じゃあ、たこ焼き箱を入れてお願いします。ありがとうございます。どうも。いやタコベイさん、へぇタコで400円で10個で500円ってことは2個あたり100円っていう計算か。お得やね。おっと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 、いいですね。食欲そそる香りや。それで桜川駅、千日前線の桜川駅ってなっとるからすぐ近くに阪神の桜川駅もあるはずなんやな。そういうことやな。何これ、おいの晴れ、あれやるわけわからん、わけわからん。カルピス50円、賞味期限10月19日です。すごいな、潔いな。そうか、50円でな。そうそうそう、飲んだところでも問題ないですからね。そうそうそう、もうすぐ1本開け終わるし、なんか買っていこうか。50円カルピスときなきゃ、ほら未完サイダー気になる。80円って。お前80円サイダー。まあこういうとこもご愛嬌やね。まあちょっとこれが気になったらこれ買いましょう。ポンジュースのこんなんあるんやね。こっちもね、そうそう。賞味期限切れてますよってなってますけど、賞味期限やでね。そうそうそう。飲んだところでね、どうってことない。いいんやから。ね、その場で飲むんやで。どうせ自販機ならその場で飲むんですからね。それでええんやけどね。これね、そう、東京の方とかに行くと、もう全部大量廃棄にな、何トン単位で、ね、廃棄になるって。私、実はその東京から、その水とかでね、大量にね、もう何トン単位でね、廃棄でね、届いたやつをね、処分するところとかね、見学したことあるんですよね。昔ね。そう、一応環境保護活動みたいなことのね、あれやってましたからね。そう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 。あれもったいないですよ、見とると。ね、賞味期限ね、1週間ぐらい切れたやつが、大量に、網棚みたいなところに入ってね。まあ、ゴミ箱みたいなやつやつはでっかーい。ね。そうそうそう。それで、全部これ捨てやなあかんのですわ。一本もらって欲しい、もう欲しいんやけど、いや、これ、そういうことすると、法律に引っかかるんでって、捨てやなあかんのですって。まあ、それはあっちの方やったんで、東の方やったらこんな喋り方やなかったですけどね。いや、もったいないわと思ってましたからね。その点やっぱ大阪はね、その点そういうのをね、いや、その分安して売れたら儲けもんやってね、見切り品の発想ですからね。で、桜川駅からちょっとまだこっちなんかな、なんかちょっと違うな。一本南か、わからんまんまうろついとるけど、もうちょっとこっちの方なんかな。普通にまっすぐ直進で行ったらこんなに時間かからんはずないけどね。だから最短で行くっていうのをね、重視してませんからね。そんなことやったらね、そもそもね、
あんな8時間もかけて四日市から大阪まで来ようなんて思いませんからね。企画終わったからもっともこもないことどんどん言ってきますよ。ね。どう考えてるやつ、近鉄で行った方が安くて早いし、ね、便利やん。ね、すぐ難波のど真ん中に入れるし、ね。まあ、ジャパンは三重にはないですからね。奈良に入った瞬間にとんでもない勢力を誇ってますけど、うん、あの天理とかね、どうぞは置いてないみたいやけど、看板にはちゃんといますね。あのとんでもないインパクトのキャラおっちゃんがいますね、うん、ちょっと暗くて分かりにくいけど、安いなぁ。串カツ100円、ドリンク150円、250円から楽しめるやん、ね。すごいなぁ。やっぱ1000円でちゃんと楽しめるような構造なんやろな。桜川から、まだもう一筋向こうなんや。あ、途中じゃあ完全に逆走しとったな。ああ、マクロ料理の店とかもあるし。あれ、ここでぶった切れとんねや。うん、こんなところに銭湯って感じのヘルシー温泉年中無休、すごい複数店舗でやっとるね。あ、ちゃんと南海塩見橋駅書いてあるね。すごいな。なんてがきれしれっと港町出したら私風情感じますね。うん、なんとなくなんかすっげえ置いてあるね、これ。ラドン発生装置。ラドンって言ったらうちらの地元にありますね。あそこ希望層がね、ラドン浴って言ってやってますけど。はー、で450円安い、うん、あー、なー、近所にこういうねお風呂屋さんあったらね。で、まあ四日市は言うて結構残ってる方なんですけどね、実は工業都市のど真ん中なんで、コンビラートで働いた、ね、おっちゃんたちが使うっていうんで、今でも結構実は銭湯残ってるんですよね。まあ、だいぶ潰れましたけどね、全盛期はすっごいあちこちやったらしいですけど、うん、私がちっちゃい頃に通っとった銭湯ももう潰れちゃってね、ないんですけどね。あのね、もうなくなっちゃったから別にいいか、東新町の方にある見てね、あそこはね、一時期週一とかでね、ちっちゃい頃はね、おばあちゃんちがあの近くにあって、で、おばあちゃんちに行くと、うん、じゃあ銭湯行こうかって言ってね、銭湯に行くっていうね。だからケロリンの桶使ってましたよ。リアルで。うん、ここはフレッシュマート。アポロ？聞いたことないわ。玉でやなくてもう十分安いですからね。あれか、松屋もあるんや。あれ、すき家もあるんや。吉野家が揃っとるんや。で、振り向いたら吉野家あったりするんやろ。ないな。そりゃないよ。あるとしたらここで出てくってみたところへんやろ。うん。ああ、綺麗な桜川駅が出てきた。これが阪神の桜川駅か。阪神電鉄桜川駅ってなるのね。この駅はこの駅で、よく YouTube で動画曲がってますよね。上はこんな感じなんですよ。綺麗ね、おしゃれ。うん。後からできた駅でね。阪神の駅やのに近鉄の電車が余計やってきて、近鉄の留置線があるんで、いっぱい近鉄の電車がね、見られるっていうんでね。乗務員交代とかもこっちでやったりとかするようなケースもあるらしいですね。うん。っていうので結構、面白い駅でね、阪神やのに近鉄の電車ばっかやってくる駅ってところですけど、実はその桜川駅の上っ側のところが、もう桜川駅ってなっとる、ね、なっとるでしょ。のところの交差点が、ああ、こっちにあったね。塩見橋ってなってますよね。うん。そうそうそう。桜川と塩見橋。桜川にかかっとる橋の名前が塩見橋なんかな。適当なこと言っとるわ、もう。なんか、この動画の再生数が増えるたびに大阪を敵に回しとるで怖いですけど、まあ、たこ焼き方に許してください。で、阪神桜川から、阪神の桜川からもうこれでこう乗ってすぐ行ったら行きたい大阪ナンバーにはすぐ行けるんですけどね。
あ、これ落書きじゃなくて、こういうデザインなんや。なんかすごい綺麗になっとる。何これ。塩見橋やで、これや。これが南海塩見橋駅。